アーラシュ、撤退するの見たい。あれなんかストーリーのやつ、え？戦闘とストーリー、両方ともでもアウトなのかな？両方アウトだったらあれだな、悲しいな。配置制限対象。配置制限対象？え、前に出せってことでいいんだよ。いいのか。で、アーラッシュはどこ？あ、この編成画面で歌が流れてるんだ。怖っ。それが、著作権に引っかかって、あれか、収益化できないみたいな感じになるのか。めっちゃ BGM 聞きてーけど、まあ、しゃあねえよな。あ、敵の体力そこまで高くない。わ、スター発生率アップは嵐につくんだ。え、無敵になったんだけど。ちょっと待って。やばい、センターにつけちゃった、嵐を。まずいぞ、これは。だけど、まあ、いいか。え、これ、一応まあ、ちょっとスローにしよっけど。これは、撤退モーションになんのかな？星にならないのかな？めっちゃ下キラキラしてるけど。わあ、無敵だ。お！本当だ、いる！帰ってった。本当だ！帰ってった！なんか、私を見てって感じでキラキラして、そのまま帰ってった。砕け散らなかった。え、これもう一回さ、後ろからさ、ステラ出てくるとかそういうわけではない。あ、そういうわけではないんだ。センターで跳ねても、俺はセンターを譲らねえぜっていう強い意志を感じたな。あ、嵐普通に帰ってった。おもろー、これ。え、けど周回してる人からすると、やめろやーってなるやつやん。ちょっとってやつやん。あ、しまったっす。当倍にしてるからあれになってる。これがセンター効果か。つえな。ステラが直帰してった。あ、ああ、だからミスクレーン実装したのか。ゲステラとかでオーダーチェンジできるようにっていうので。てか、これ、宝具打つときも下になんかキラキラしてるんだね。おもろ。ずっとキラキラしてるじゃん。本当にスポットライトずっと浴びてるって感じなんだ。優しい世界だなぁ。アーラシュにも優しい世界になったか。あ。これバグでしょ、普通に。やばい。誰に行く？開ける？あ、終わった。あ、耐えた？耐えた？あ、死んだ。悲すぎる。てか、地味にえっちゃん、お前、生き残ってるな。開ける。やっぱこういう感じで毎回毎回出てくれるんだね。それは嬉しいかも。光るステージごと上昇する。いや、マジで、なんか、今回おもろいバグ多いな。なんだそのバグってやつやん。で、クリティカルツインよ。え、通常の振り食えでも多分アーラスさん帰っていかないんじゃない？きっと。この様子だと。死にモーションがカットされてるから。面白ー。エルキルーとかさらにキラキラするんだろうな。Thank you.